どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、お知らせ動画を、この真夏の暑い時期にお届けしたいと思います。ですね、ガズレレ、いろんなことやっています。毎日 YouTube アップして皆さんね、いろいろ見ていただいて、もう楽しく音楽していらっしゃることだと思うんですけど、ちょっとご紹介させてほしいのはですね、今日は夏のね、ちょっと最新情報の一環ということで、まずはこれです。これ、私のウクレレの子についてるこのなんだこれという質問が多いんですけど、これはですね、水引きなんですよ、これ。はい、大体私関係のウクレレにはこれひっついてるんですけど、これなんて言うんでしょう、これあるとなしじゃもう本当キャラがね出るっていうぐらい、これ結構いいなと思って。これ実はですね、ご存知の方も多いと思うんですけども、この水引きっていうのはですね、私の故郷、生まれ故郷にある長野県飯田市というところの名産品というか、有名なんですよ。でですね、この私がウクレレでこれ挟んでるだけなんですよ。これこう動くんですよ。こうで、こうやってね、気に入らなかったらパッと外せばいいだけで、挟んで弦と、ヘッドのね、この隙間に挟み込んでるだけなんで、すごくお気軽なこの飾りなんですけど、これ水引きっていうのはたださ縁起がいいんですけど、なんとこれガズレレで販売しておるんでございます、これを。で、このウクレレにつけるよっていうアイデアは私が考えついたんですけど、これなんでこれ考えついたかっていうと、私の両親がもう40年近くこの水引きをね、家で趣味というか内職というか内職ですね、やってて、もう子供の頃からこれがもうコロコロしてたわけです、我が家の実家にはね。で、これウクレレにこうはめたらなんか可愛いんじゃんっていうのが始まりで、これは結構ガズレレ仲間の方でもつけていた。まずだってこれ見て、今これがついてるじゃないですか。これをこれに変えるだけでもう全然表情が変わるんですよね。で、やっぱ自分のウクレレがよりね、自分のものだってパッと一瞬にして分かるようになるというかね、ここの色によって全然また雰囲気も変わるでしょ。このウクレレのね、ここのヘッドの色って違うじゃないですか。黒っぽいやつにはこう明るい色が合うなとか、いろいろその色を選ぶのも楽しいんですけど、そのウクレレ、このガズの本、去年出したいきなりウクレレという主婦の友から出てる本のところにも紹介してるんですけど、こんな感じでね、私の両親が作ってるわけですよ。でこの間もちょっと実家に帰った時にね、こんな話になって、水引きね、本当皆さんにね、喜んでもらって、もう嬉しいですよね。私も嬉しいですけど、うちの両親もね、それすごくこう生きがいになってるみたいなんで、もしご興味ある方、ガズレレグッズのコーナーでこれ見に行ってください。他にもいろいろあるんでね、もしお時間ある方、ガズレレグッズコーナーでいろんなグッズをチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。あとそれとですね、この本、リットミュージック社から出てる2冊の本ですけど、本当に嬉しいことに Amazon でもう1位、もうベストセラー攻撃です。それ、もすごいんですけど、この本を出していただいてるリットミュージック社の、月間売上ベストセラーももうずっといただいてるんですよね。これもすごいでしょ。本当にやっぱ音楽をやる楽しさ、いろいろ豊かさね、このウクレレ小さい楽器一本で、皆さんどんどんこう体験していて、どんどん広げてくださいね。よろしくお願いします。はい、じゃあイベント情報も一応ダラダラだ、すごいですよね。もう私もこれいつも見てびっくりしてるんですけど、イベント日本全国飛び回ってます。ぜひ皆さん、ウクレレ持ってね、遊びに来てください。私のコンサートじゃないですよ。皆さんと一緒に作り上げる、一緒に歌う、あとはなんか音楽の楽しむコツ、そういうのすごくこう一回来ていただいて分かるんだけど、ものすごくね、やっぱり今後のね、音楽人生に役立つ話をいっぱいしますんで、お楽しみにしておいてください。あとはですね、こんな感じで話してるね、私やっぱね、ご存知の方多いと思うんですけど、病気になったとかいろいろ経緯がありまして、やっぱね、豊かさとかね、こういうことすごいこだわってるんですね。そういうことをいつも皆さんご存知だと思うんですけど、ガズレレ .com のブログに書いてるんですが、これをですね、元にね、おしゃべりしてるサブチャンネルもあるんで、こちらの方にリンク貼ってきますんで、ガズトークチャンネル、こちらの方もたまには見ていただけるとね、私もちょこちょここういうお話を、いい話してるんです。よろしくお願いします。そんなことで、やっぱ夏といえばウクレレで、自分のウクレレがパッと見て分かる、この水引きつけたりとか、もう独自カスタムして、いろんな音楽の楽しみ方があると思いますが、そのオリジナルの楽しみ方でどんどん音楽やりましょう。はい、今回はちょっとお知らせ動画になりました。今日実はですね、8月10日の午前の朝ね、今9時半に撮ってるんですけども、今日昼、午後からですね、このウクレレのクラウドファンディングいただいた方の限定イベントがありまして、ちょっとこの用意でね、もう家出なきゃいけないんでね、その前にちょっとこのご案内動画を撮ろうと思って、撮っております。楽しく音楽やりましょう。さよなら、バイバイ。